天の真内の一天の真内天の真内水源地点の真内は鳥取県米子市淀江町港板に流出する地下水である。1985年名水百選に選定された。また、旧淀江町は水と緑と史跡の町として水の里百選に選定されており、周辺の名水スポットを代表する泉となっている。淀江町は 新規大戦の川火山である高齢山の溶岩流が日本海に流出した位置と考えられている。年間3000ミリメートルに及ぶ膨大な雪や雨の水が山域の風化が進み浸水性のあるデーサイト、河口岩、角川石、安山岩島に耐水し、天の間内のほか、本宮の泉島に流出すると考えられている。天の間内は、水温は、 摂氏14度、日量2500トンリットル。本宮の泉は、日量3万トンリットル。これらが二級河川宇多川の源流となる。1990年に、周辺整備がなされ、清流の水は、上水道の水源、灌溉用水や二次マスの養殖等に活用されている。河川や水源には、水車小屋や、あずまや、遊歩道、駐車場が整備されている。 近隣には、国の史跡に指定されている、向山古墳群や、無基盤大石があり、古来から人が定住していた土地である。いつしか正常な水につけられる、マナイの中でも最上級の継承、天のマナイが名付けられたと言われている。名水百戦名水百戦アーカイブド2011年9月26日。 アットザウェイバックマシン環境省本宮の泉米子観光ナビ大戦百科事典鳥取県立大戦自然歴史館鳥取県ありがとうございます